にかく目立つようなことは避けろよ。分かってるって。なんだ、昼休みだから恒例行事ってやつ。どういう意味？学食のカツサンド名物なの。でも10個限定だから毎日争奪戦で。目立つなって言ったのに。あいつら消去手を出すぞ。切り札を使いやがった。言ったねえぞお前ら。カツサンド一つ150円だよ。え、まさかの予算オーバー。